本当はもっと面白い話をするんですけど、今日はギャラが出てませんので、ね、ご挨拶に帰らせていただきます。カメラ入ってますんで、多分まああのね、この、ね、いつも言うんですよ、ね、このカメラマンさんが釣りが好きで、シャイなカメラマンさんですけど、結構きついんです。でもね、皆さん方の竿先バッチリ撮ります。カメラさん来た時は笑顔で、でカメラさん来た時は、あ、俺釣れる時やなというのがすぐ分かりますんでね、すいません。いやいや、ほんまサンテレビというか釣りの業界で今一番のカメラマンが今日来てくれてますんで、一つよろしくお願いします。はい、みんな楽しく、あのカメラ来た時はあの顔はニコッと笑ってくださいね。お願いしますよ、ね、別に歯なかったもいいですから、ニコッと笑ってください。はい、はなはだ簡単なご挨拶ではございましたが、挨拶に返させていただきます。公園マグセットの高橋です。今日は春天丸さんに多分ついていくと思うので、まあ、ポイント失敗したらまあ忘れたら挑戦です、まあ、楽しくやりたいと思いますのでよろしくお願いします。桜井と言います。第3回で人数も、大変増えましたけども、今回吉田さんご夫婦、田中さん姉妹、岡田さんとあと滝本さんと、いろいろ食材を送っていただいて提供してもらいましたので豪華なお弁当になったと思います。みんなあの楽しんで食べてください。よろしくお願いします。の原パンですか。はい、原パンです。原パン元々出てますよね。出てますね。ですよ。あのちょっとシコシコピューピューショーって一体何がもらえるんですか。内緒。内緒。内緒。嬉しい。さようなら。よいしょ、これ使います。あ、やってる。
50m、 まあ、あんまり絡まんようなら、まあ、それで試合であんまり絡むようならやめようか。はーい、ボトルもありで、はーい、やったーやったー。めっちゃ速い。よいしょ。はい、行きました。こんな、大変レースに投げてくるの。よいしょと。よいしょ。よいしょ。はーい、イエス、はい、まーす、 OK です。シコシコイカライダーシコシコブルークリアナトル入りです。3つでやってるんで、3つ、春亭丸と